札幌市は、新型コロナの感染拡大で落ち込む観光需要の回復のため、今日から1か月間、一部観光施設に助成し、入場料などを無料にします。対象となるのは、時計台や札幌テレビ塔など、合わせて10の施設です。リフトの利用や入場料が無料になる大倉山展望台・札幌オリンピックミュージアムでは、朝から多くの客で賑わっていました。 無料キャンペーンの対象施設ではマスク着用や消毒など感染予防対策が徹底され札幌市民でなくても無料で利用することができます。